さあ、ということでじゃあ続いての質問いきましょう、はい、こちらです。今業界はどういう役者が求められているか。おろ、これは、はい、こちら僕ですね。おお、どういうことですか。これやっぱり、まあ、難しい。これが一番なんでしょうね、社長声優というか、うん、が一番考えるんじゃないかなっていうイメージでして、自分もプレイヤーだからこそ見えてくる部分というか、現場でも見えてくる部分っていうのがあるんじゃないかなって思いまして、まあ、男女ともに、まあ、群雄割拠の時代だと思うんですよ。でオーディションに受かる受からないって自分でも知りたいぐらいですけど、現場でこういう若手好かれてるなみたいな、そういう印象って皆さんから見てあったりするんですか。もしくはこういう役者欲しいなとか。まあ、確かにただ頑張ってても売れるとは限らないもんね。まあ、もちろんやり方としてステイラックのさんのやり方、その波川さんからも聞いたことがやっぱありまして、例えばクライアントがこういう役者が欲しいですって言った時に、その全部を網羅できる役者を揃えときたいっていうのがステイラックさんっていうのも聞いてたんで、その中で一番頼まれる食材、料理って何なんだろうなみたいな。これめちゃくちゃ今難しい。僕はその同じ、確かに言った、これいろんなところで言ってるけど、デパート作りたいんだ。あの、いや、百貨店、まあ、そんな大きいもんじゃなくて、うん、でもいろんな、そうです、全方位行ける。例えば僕がお寿司の大将、うん、カウンターのお寿司の大将だとして、お二人がお客様でクライアントだとしたときに、お寿司は好きだけど、いやそうじゃなくて、いつもの寿司じゃなくて、ちょっと今日唐揚げ食べたいんだよね、生姜焼き食べたい、カレー出してよとか言われたときに、はいって言ってすぐ出してあげたいんですよ。そういう会社でいたいっていう話は確かにしてて、そのためには絶対的に一人二人じゃ賄えないんですよ。あの、そのカレー唐揚げするにしても食材が必要なわけだから、役者さんっていう、素敵なこの、輝けるものを持ってるところを、一番のものをこう皆さんに提供できるかどうかっていうのが大事だから、人数がすごい増えたよねって言われるのは、まあ元にはそういう考え方があった理念、経営理念があったわけじゃないですか。俺でも真逆だ。あ、全然逆。ね、これはもう、あそこのあれ食べてえな、たまにって思い出してくれる。だからもう俺がこんなタイプだから、癖強。そう、うん、もうそういうもう癖、業界の癖を全部集めたいな、俺はね。珍味を集めたい。そう、なんかここでもアクセント欲しいな。そう。ちょっとここでピリッとアクセント欲しいなっていう時に、あ、森久保のとこ いねえかなみたいな。紅生姜声優だ。なんかそうそう、まあ、うん、パクチーとかね、パクチー声優、パクチー声優だよ、業界のパクチー声優ですもんね。好きな人大好きですからね、パクチー。そうだから、そういうなんかこう、だからそうじゃない、はい、ね、そのだから、そもうそのなんていうの、もうやっぱ品揃えいいっていうのは、もちろんステイラックさんもそうだし、もう大手先輩方の大手さんがいるから、 そこには俺は今から参戦してもかなわんと、はい、なったら、うちはあ、なんか珍味取り揃えてますみたいな珍味下手者何でもございみたいな、そういうなんかイズムだから、それは多分俺の中にあるイズムもあるから、教えられるというか、あと嗅覚、そういうこいつこいつ珍味なんだ、なるほど。そうだから、ね、自分がやる意味ってそこだから、僕はもう今からでもね、その大艦隊を作るつもりはない。うん、だからその大艦隊の中のこう機動力のある小舟でいようと思ってて、この声優業界っていう、こう大航海、こうね、いろんな大手の方の船がうわーっている中で、一緒にこの波に乗ってきながら、でも一番小回り聞いて、はいよーっつって、はい、まあ、でも確かにそうですよね。だから僕たちも多分大艦隊を目指してるわけじゃなくて、うん、スーパーだっていっぱいあるわけじゃないですか、うん、鮮魚が強い、肉が強いとか、はい、デパートもそれぞれ違うわけだし、だから同じような方ところを目指しててもやっぱ色は絶対出てくると思うんだよね。どんな人を求めてるの。いや、それこそそれが一番難しいって、ね、新人、特に新人が難しくて、うん、もう所属役者の方々 もうめちゃくちゃ頑張ってくれてるんですけど、うん、ここからじゃあ新たに新人を売り出すっていう時に、うん、どういった子たちをどう成長させていくかって、やっぱ、まあ、基本的にはね、僕はね、もう一番最後に勝つのは体力と、あの、健康、あの、それはもう体も心も、あ、まあ、そうですよね、健康な子をが最後は勝つと思ってる。僕もイメージ的には矛盾を受け入れられる子だと僕は思ってて、絶対的にこのラクンドクっていう事務所ではマネージャーと僕は二人三脚というか、マネージャーのマネジメント
能力が僕は高い会社だと思ってるんで、マネジメントも聞き入れてもらいたいんですけども、自分も持っててほしいんですね、やっぱ、うんうん、その中でこう矛盾してるんですけど、うん、でそのバランス感覚の中をなんとか言ってほしいなって。バランス感覚って大事かもね。でなんか若い人ってさ、まあ、こうパンって例えばこう一気に売れた瞬間に世界が変わるわけじゃん、景色が、はい、でやっぱり俺も自分自身がそうだったけど、若い時って頑張るってイコールすごく視野が狭いし正解が少なくなるから、この視野から外れてることが起きるとものすごく腹立たしいし裏切られた気もするし、なんかイライラがするんだよね。なんかそれでなんか自分の歩みを遅めちゃう瞬間もあるような気がして、多分そういうことじゃないかなって。その時に、うん、はい、そこに凝り固まらずそういう矛盾も受け入れるっていうかさ、受け入れるそのパワーというか、ね、精神力、それこそ精神力必要なんじゃないかなってやっぱ確かに、ね、思いますね、満州の器用さ、確かに、うん、でもこれ今の話だと森久保さんアドナインスに入る誰か発表されたら所属声優になりましたってチンミキタ、それはね、ごめんそれはちょっと待ってパクチー声優来たーってなりますね。全然でも逆を言えばですよ、もしこう素体、もう綺麗な素体がパッて入って、うん、あれでも薄い気がするなって思った子も絶対これからパクチーになっていくんだと思いますよね。白米かと思ったらパクチーだった白米から仕入れますよ、もちろんやりますけどね。あとでも思ったのがそういう意味では、うん、なんかさ、まあ本当に多分 今現在もそうだと思うけど、例えば いつの頃からかこの声優、まあ、歌って踊っても込み、はいはいはい、で裏方ではなくなりました。もう一個いけばこういうバラエティも込みみたいな、はい、そういうスキルも必要なのかみたいな。あとはもう例えば今目指してる子なんかも歌って踊ってっていうのはもちろん視野に入れてると思うけど、俺やっぱでもさ面白いなと思ったのがこの、まあ、例えば AI とかいろんなものが進んでさ、はい、で最近だとそのほら、キャラクターたちだけのライブっていうのがアイドルコンテンツとかになるじゃない、はい、で僕らの歌が流れて、はい、MC 撮ったりしてでこうやって、ね、あのモーションでその場でやったりとかさ、はい、あれの技術がどんどん上がってってて 3D っぽいものもできてて、で結構あれはあれでかなり需要がもっと上がってくるじゃない、はい、で今までってそこがないから俺らが生身に出て、はい、一生懸命、ね、おじさんがアイドルやったりして頑張ってるんだけど一番本来の形により多分近づくコンテンツがもっと盛り上がってくるじゃん。いきそうですよね。それこ その AR が盛り上がるのか、うん、3次元が盛り上がるのか、うん、僕らが2次元の方 その、うん、それこそ、まあ、メタバースですけど、そうそう行くのかっていう。なんかだから一周して結局やっぱその声とか、まあまあ、あとは、まあ、歌とかに裏方の方になんか特化する、戻んじゃねえかなって思う、うん、まあ、そういう部分ありそうですね。そっち側の技術がすごく上がってでハード面が上がってるから、なんか一周してそういう時代に戻るのかなってなった時にやっぱ大事なのは基本的にやっぱり単純にお芝居が、芝居、うん、芝居がっていうところに戻るんじゃないかなって思うんだよね。芝居感とかも大事だと思うんですけど、うん、新人でこれは大事だぞって教え方をするときにアドバイスするときに何が大事ってまず一つ挙げるとしたらありますか。若い子に教えるときに、うん、まあ、喜怒哀楽もちろんあるとは思うんですけど、はいはいはい、お芝居の中でまずこれは第一段階としてこれは大事だぞみたいな。俺はね今は浪川さん、お今回なんと、うん、ステイラックさんに、うん、アベマのスタッフがお邪魔したそうな。いやだから分かんないけどなんか木曜日に夜遊びやってるじゃん。そのまま終わった後になんか悪い顔で近づいてきて悪い人じゃない悪い顔で近づいてきてスタッフが悪い人いるんですかって思ってたよ。で明日行きますよみたいなのは聞いてた。あーなるほどなるほど、じゃあ行きます、うん、でもすごい貴重な、知らないよだからどんなのか内容は全く。貴重な映像を撮れたらしいんですよ。貴重な映像大丈夫それ、本当に大丈夫なのきっと大事だと思うんで、それ見てみましょうかね。それ早速見てみましょう、どうぞ。え？いや、まあ確かに玄関だわ。やってんな。いらっしゃいませ。やってんな。そっちか。ステイラックようこそ。